はい、どうもこんにちは。変態仮面です。さあ、今回もね、アークやっていきたいと思います。今回なんですけども、そろそろまた拠点をね、移動しようかなと。はい、そんな風に考えていて、素材集めですね。はい、素材集めに、まあ優秀なね、仲間たち、そうなんですね。アンキロとね、ドエちゃんですね。の、二人をですね、ちょっとお迎えしたいということで、やっていきたいと思います。さあ、というわけで、アンキロとね、ドイテクルスなんですけども、ですね、雪エリアに行ったらね、見かけたんですよ。チラッと見に行ったらね、そう。で、雪エリアに今から行こうと思うんですけども、雪エリアが、結局ね、めっちゃ寒くて、長く滞在できないんですよ。なので、これね、この金属のね、まあ、ちゃんと服着ようぜということで、こういうのも作ったんだけどさ、これでもね、全然やっぱ耐えられないんですよ。で、なんとかですね、雪エリアにいるね、あの生き物を飼って、で、はい、これだけは作りました。ああ、もうすぐ虫が来るな。そう。これは作ったんだけどさ、これだけでもね、まだ寒いんだよね。なので、ちょっとね、順番に段階的にですね、テレポートで雪エリアにね、何回も行ったり来たりしながら、毛皮の鎧っていうか、毛皮の装備のね、素材集めをまず一旦して、もう、鬱陶しい。そう。で、フルセットできてから、それからですね、テイムの方行こうかなと。やってんね。ああ、もうすぐ虫がやってくる。うん、そう。フルセットね、用意してから行こうかなって感じですね。よし。いいか、みんな大丈夫か？うん、やっててくれ。で、一応さ、メディカルブリューもこれね、ミッションの報酬だったかな、確か。なんかでもらったんだけど、3つしかないから、あまり余裕がないんだよね。よーし、じゃあ行きましょうかね、早速。じゃあね、雪山の、このね、SW がね、割とね、穏やかだったので、ちょっとまずこう行ってみようかな。よし、じゃあ行きましょう。到着です。はい、着きました。あははは、目の前にいるじゃないか。目の前にいるじゃん。レベル15か。あ、これはちょっと見なかったことにしてくださいね。これね、ちょっと死んでますけどね、一回ね。はい。テリジノとかいてさ、でさ、今、これ画面の左側、なんか来てるでしょ？あれ、ダメージ食らうんだよね。なんか、雪崩みたいなやつ。そう。これ、埋まっちゃってんだよな。じゃあ、まずはですね、毛皮が欲しいので、ごめんね。マンモス君とかさ、ちょっとこの辺りを飼っていきたいと思います。やば、マンモスレベル135。強っ。マンモスってさ、意外とあれなんだよね。毛皮ね、手に入らないんだよね。よし。まあでも、とりあえず、ちょっと待てよ。体力よく見てね。これね、頃合いを見てね、すぐ戻らないと、危ないんだよな。あまり長居はできない。もう一体ぐらい勝ったら、戻るぐらいの感じで。よし。一旦戻ろう。余裕を持って戻らないとね。で、沼地の、NW が近いかな。待機中です。到着です。目的地にドンピシャ。ほい、戻ってきた。で、毛皮を使って、もう一個一個ね、部位をね、作っていきましょうかね。よし、手袋と靴ができた。あと頭と足だね。頭と足だから、96の56。OK。まあ200ぐらいあればいいか。よし、じゃあね、あともう一回、二回ぐらい多分行かないといけないと思うんですけどね。じゃあまた行ってきまーす。よっしゃー、フルセットになったのでね、戻ってきました。あ、いた。ちょ、待って。ナダル来てない。ナダル来てる。どうやってやろうかなー。まあ、できたらね、高レベルがいいんだけど、そうも言ってられないからな。ほら、君はレベルいくつだい ?60 かー。とりあえずキープ。よし。
いやーこれフルセット着ててもさ、まだ寒いってなってんだよな。じゃあ、待って。もうここにもいるわ。いいね。25。テリジノがね、いてね、あとね、ユーティラヌスもね、いるんだよね、雪エリア。だからさ、あまりそういう、こう、ガチャガチャしてるところでね、テーブルするのはちょっと厳しいなって感じですね。敵がいなくて、なおかつ、高レベルの子がいて、みたいな、なんかそんなめちゃくちゃ都合のいいところが。君は ?15 か。ほらほらほら、なんかさ、こう、雪崩みたいなの起きてんだよね。マンモスはめっちゃいっぱいいるな。マンモスもね、いずれ捕まえたいですね。うん。この辺りにはいないな。ちょっと足伸ばすか。あれー、ゴリラくん。ゴリラくんいるんだ。レベル50。歩いてるね。一人ぼっちで。一応ね、生身でね、下見に来た時にですね、まあ、あっちこっちで死んじゃったんだけど、そうなんだよね。だから、生身だけだとね、もしもなんかが来た時にさ、対応できないから、ほら、ティリジノとかいるでしょ。レベル55。あ、またなんか雪崩みたいになってる。厄介だな。あ、アルゲンだ。おぉ、X アルゲン、めっちゃかっこいい。レベル25か。そうだな、超低レベルだったけど、一応、アンキロドエちゃんと、ワンセットいたはいたけどね。あー、テリジノがね、2体もいますね。レベル150!え?マジか。レベル 150? やばい、話が、あっちは15だな。話が変わってきちゃうね。いやー、どうしよっかな。どうしよっかな。テリジノのテーブもしたいけど、いや、ダメ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 。初始貫徹。今ね、マップの左のかなり下にいるから、ちょっと北の方に上がってみるか。移動しよう。テリジノのね、150は、まあ、ワープしたね、ポイントのすぐ先にいたから、またいつか来てね、テームすればいいんじゃないかな、ということで、行きましょう、行きましょう。おー、またテリジノだ。テリジノだらけ。レベルチェックチェック15。おわ、ケブカサイ X ケブカサイ145。色がすごい。マンモス145 20。あららららららら、まあ、あっちもこっちもなんか気が移っちゃうな。お、ここにね、ドエちゃんのレベル90がいた。まあ90でいっか。ちょっとじゃあこの子をまずは、この子をねちょっと処理してもらえるね。うん、この周りさ今何もいないから、とりあえず90で行くか。まあ、また、あれですね。高レベル探しにはまた来るとして。とりあえずね、人員が欲しいからね。よしよしよし。この子で行こう。うん。さあ、じゃあ行きますよ。綺麗な色してんね。はい、もう相変わらずこんな感じで、まあ、ダイレクトで、ダイレクトアタックで行きましょう。まあ、レベルが低いから、そんな時間多分かからないでしょう。はい、おいで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 、ちょっとしばらくチクッとしてごめんね。あ、もう逃げ出しましたね。意外とでもさ、レベル90だけど意外とめっちゃ時間かかった。あー、もうそっちは追い込まれてるね、君ね。逃げ場がないね。いいね、ここ安全だから、そこで寝たらいいんじゃないかな。そこでおねんねしちゃおうよ。あまりそっち行くとよくないよ。こっち側やめ、ダメダメ、こっちはブーブー、こっちはブブね。向こうに引き返そうね。これ以上向こう行くとね、危ない人が来るかもしれないよ。向こう行ってね、向こう行ってね。よし、寝た。はい、けー。これ持ってるね。よっしゃ。じゃあ、またね、起きるまで待ちましょうかね。よし、ここはね、多分安全だから、その間にね、じゃあ、アンキロも探しに行こう。あれ?もうここあれか。世界の狭間っていうか、限界なんだ。あー、こういうことか。向こうが北か。オッケー。こっちだな。
すごい高低差だな。マジか。ドエちゃんレベル140いたわ、向こうに。やるか。あそこに140だ。ただ、周りにめっちゃいろいろいるわ。気深さに145。あら、道路もいる。ドエディクルス140。あれは、ちょっと、ごめん。さっきの子。まだテーブ完了しないんだけど。でも、さすがにだよね。行くか。ティリジノだけ多分排除すればいいでしょう。ショートフェイスベアは危ない。OK。あとはいいかな。ごちゃごちゃいっぱいいるけど。敵対しないもんね、みんなね。ちょいとじゃあここでもやりますか。テーム祭り、テーム祭り。ほい、140仲間になろうぜ。よっしゃ、寝た。めっちゃいいところで寝てくれた。あ、しまったな。ベリー全部置いてきちゃったな。ちょ、とりあえずの分だけ取るか。よし、オッケー。あれ、ワイハーどこ行った？ワイハー。あれ、ワイハーこんなとこにいるってことは何かあった？大丈夫か？よし。ちょっと一旦、さっきのね、最初のこの方へ戻ろうかな。あー、いた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 。まだ寝てるね。ちょっとごめんよ。ちょっとね、ベリー半分もらうね。よっしゃ。レベル90。まあまあまあ、一応仲間にしていくか。あのね、あれなんですよ。低音ポットをね、1個だけね、買ったんですね。ヘキサゴンでね。あ、今ね、525か。もう1個買っちゃおうかな、じゃあ。これあれですよ。なんかデイリーかなんかわかんないけど。あの、挨拶してもらったやつ。あ、来た来た。これこれこれ。挨拶するって出てるでしょ、今。これ。いきますね。おはようサバイバーさん。ほら、300ヘキサゴン。やったね。儲かった儲かった。じゃあ、使いたいヘキサゴンはありますか？はい、これ買いたいです。これですね、低音ポットね、500で。交換と。頑張ってくださいね、サバイバーさん。ほら、2個なった。よしよしよし、ちょうどいいね。で、これで起きたら、ポットにしまっていこう。で、一旦拠点戻って、置いてきてからのがいいね。それから、アンキロ探しに行くか。よっしゃー、ようこそ我がチームへ。ちゃんとね、仲間になりましたね。よし、じゃあこの子はね、一旦ポットにしまっていきましょうか。よーし、じゃあね、140のね、この方へ行って待ちましょうか。いたいた、すやすや寝てますね。よし、じゃあ待ちましょう。そうだな、その間にちょっと様子見に行くか。メガテリウム。おぉ、すごい。靴と手袋してる。かわいいな。この一帯をね、見て回ったんだけどね、いないですね。これはあれですかね。あ、待ってよ。150とかやめてよ。15だった。これはね、テレポートで違うエリアに行ってもいいかもな。あ、こっちの方行ってないな。こっちの方行ってみるか。あ、いた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 。いましたね。色がめっちゃかっこいいわ。85か。まあ、ありですね。ただ、これ、雪崩みたいなやつで高いとこから来るのか？あ、そこにもいる。15。なら、この85の子ですね。一人まずキープ？っていうかね、どっちにしてもね、もうね、麻酔矢が今、手持ちが足りないから、どっちにしても一旦拠点戻らなきゃいけない。25。いやー、ドエちゃんの140に出会えたのは結構運が良かったかも。あ、そこにもいますね。135、来ました。こっちですね。いや、色はさっきの子の方がかっこいいけどね。青が入ってて。よし、決めた。あの子にしよう。ここのなんか、なんだろう、建造物の下ね。で、テレポートはじゃあ同じとこに来ればいいですね。よし、
まあ、135ならもう全然 OK でしょう。と言いながらね、気になっちゃうんだよね。15。パッと見た感じ、ここから見える範囲ではパッと見た感じ、いないな、いないな。よし。じゃあ一旦、さっきのね、レベル140の子を引き上げて、そして麻酔矢を持って、また戻ってきましょうか。テレポート、行きます。よし、戻ってきた。いや、いいですね。これね、両とも女の子でしたね。メスとメスだね。はい。209と結局134になりましたね。まあじゃあ209の子がメインっていうことになりますかね。さあ、お名前ね、石堀ユキーナにしました。ユキエリアにいたからね。うん。よし。で、まあ君はね、君はまあ、そうだな。ちょっととりあえずまあベンチを温めてもらうということで。はい。仲間にはなったんだけどね。数々のね、今までいろんなマップでね、捕まえてきた石堀のね、はい、後を受け継ぐ石堀ユッキーナ、よろしくね。よし、じゃあ支度して今度アンキロ捕まえに行きますか。よっしゃ、戻ってきた。じゃあね、確かこっちの方だったよね。建造物のなんか麓の方でしたね。そっち行ってみましょうか。はい、ウィクロラプトル。ちょっと待て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 。痛い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 。やっちまえやっちまえやっちまえ。なんだよ、ミクロラプトルいるのかよ、ここ。おいおい。そういうことね。あーはーん、あーはーん。許さないよ、許さないよ。バカチンが。なんだよ、いるのか、ここに。あ、あの子かな？あ、いた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 、135。よし。じゃあ、ちょっとまずはね、君ごめんね。いろいろ面倒になりそうだからね。いてててて、強いね、君。あ、どうぞごめん、巻き込み。やばい、このテレジュラ強いぞ。おー、135。レベル高っ。ミクロラプトルがいることに気づいてからちょっと考え方変わっちゃうよね。さっきまで平和だと思ってたのに。エリアによるのかな。まあ多分そうだよね。生息してるエリアっていうのはあると思うから。よし。では、ただいまよりアンキロサウルスのテーブルを開始する。この上からでいいんじゃないか、ひょっとしたら。ああ、これハマってるね。これでいっか。うん、なんかここちょうどいいや。ごめんな。ちょっと卑怯だよな、こっから撃つのはな。なんか逃げ、もう逃げてる、ひょっとして。嘘嘘嘘、だってまだ全然矢を撃ってないよ。もしかして、君あれか、昏睡地溜まってたのか？ミクロラプトルとかで？もしかして？いや、違うわ。これ逃げたと見せかけて逃げてないパターンだ。だよね。あはは、やられた。逃げてないわ。絶賛来てるわ。まあでも、この上から行くか。あれー、また、あれ？今度こそ逃げた？いや、これ、あ、いや、逃げてるわ。今度。逃げてる、逃げてる。今度こそ逃げてる。そっちに行くのはあんまり良くないぞ。向こうに戻ろう、向こうに戻ろう。逃げてる、逃げてる、逃げてる。すごい来るね。戻ろうよ。なん、どうした？あ、寝ちゃう。いや、ここか。道のど真ん中。まあいいや。よし。早く目を覚ましてくれ。ここか。また女の子ですね。まあでもさ、これ思うんだけど、こう羊とかいますよね、これね。のんびり羊歩いてんだけどさ、やっぱりそういうことを思うと、その、なんだろうな、例えばダイオドンとかさ、
ね、ダイヤウルフとか、なんかそれ系のさ、こう雪エリアによくいがちな肉食系のやつがさ、あんまりいないってことだよね。だってテリジノだって草食だしさ、よく考えたら。だからこれ羊がこんなにみんなさ、優雅にめっちゃいるんだよね。これはこれですごい新鮮だな。確かにな、肉食がいないか、ここひょっとして。あ、いるわ。ユーティラヌスがいるわ。今ここにはいないですけど、雪エリアで見たんだよな。しかしまあ、ここはなんて穏やかな場所なんだ。なんならここに拠点作ってもいいよね、雪エリアね。穏やかだもんな。これ雪エリアってそういえば、水分って減ってるのか？さっきから、水分のゲージね、そういえば減ってない気がするね。どうかな？減ってるかな？ちょっと走り回ってみるか。食料は減るんだよな。沼地はね、水分減らないんですよ。あ、水分ここも減ってないね。減ってないわ。こう、湿度が高いっていう風なのかな？雪があって。そうか。っていうことは水に困らないんだったら、いよいよほんとあれだね。拠点作っても面白いな。いつかやってみたいな、雪エリア。どうなんだろう。まだまだ、あ、ミクロラプトルだー。ほら、待てー。よし、オッケー。これさ、またうろうろ歩いてたらさ、今の子よりもレベル高い子見つけちゃったらどうしようって感じ。あれー、いるじゃないか、140が。あれ、ちょっと待って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 。さっきの子何でしたっけ？さっきの子、135だよね。あっちゃー、140。まあでもそう、大して変わらないよな。色はどう？うわー、渋いね、色。これなんかさ、そういえばさ、こうやって見れるんだよね、なんかこれ、H キーを押すと。体力は別にどうでもよくって、重量345の、近接がいくつだった今。200か。345の200。ちょっと待て待て待て。135のこのやつ見ていこう。こらー！やべやべやべ。おい、ミクロラプトルが。ふざけんな、ミクロラプトル。ミクロラプトルが、くそ。ちょっかいかけてた。うわー、マジかよ。ていうか、もうボーナス下がっちゃったよな。ああ、めっちゃ下がったわー。すまん。血だらけじゃないか、しかも、すまん。いや、連れて帰るよ。連れて帰るんだけど、ちょっと待って、さっきのやつだけやっとくか。この辺りにいたな、さっき。お前か。いたいたいた。ほら。これはね、もうこれは出会いですよ。これはもうね、多分ね、大示しだ。140の子をテーブします。さあ、というわけで、140、ちょ待って、本当に140だよな、この子。140だ。よっしゃー、なんてこった。なんで、あ、ここ登ってくるのに、ね、なんで2セットなんだろう。仲良く。アンキロも、ドエちゃんもアンキロも。しかも同じように140っていう。よし、寝ましたねー。オッケー。いやもうこれ今度はさ、ちょっとそばで見張ってよ。さっきの子ごめんかったな。離れちゃったのが良くなかったね。もうこれ護衛してよ。いやーちょっとね、このさっきの子ね、もうこのままね、かわいそうだから、ちょっともう野に放つか。ですね。これ、食料入れなければ、テームゲージどんどん下がってるね。ほらほらほら。よし。じゃあ、まあ、君はさ、そのまま、ゲージが下がって、まあ、目が覚めたらね、また、この世界で、頑張って生き抜くんだ。ごめんな。あれ？今見たらさ、水分のゲージ減ってるな。水分じゃあ、ここは、ちゃんと消費してるんだね。減りはそんなに早くはないけど。あれ？でも、今、何も水飲んでないのに水分が補給された。
場所によるんかな、なんか場所によって水分補給をされてるっぽいね、どうやら。吹雪の中にいるとなのかな、今吹雪の中にいるっていうのは出たんだけど、水分がね、今一気に99になったね。よくわかんないな。うん、いいですね。最初のこう、テーム値がどん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 下がってる。ちょっと待ちますか。やっぱり今ね、水分減ってるね、普通に。減ってる減ってる。吹雪の中に入ったら減らないっていう説。可能性出てきた。これなんだ？あ、黒曜石だ。もらってこう。ですね。やはりそうだな。吹雪の中にいるっていう風になったら、水分がやっぱりも復活しましたね。どうやらそういうことみたい。いやー、日が沈んで寒くなってきたな。ワイハー、お前は寒くないのか？なんかワイハーって常夏みたいな名前だけどさ、特に異常ないもんね。よし。いやー、すごい星空が綺麗だ。うわー。やば、満天の星空じゃん。すごい。ほら。めっちゃ綺麗。へー。しかし、この辺り、明かり一つないね。まあ、だから空が綺麗って話したんだけど。いやー、ちょっと寒くなってきたからさ、早く目覚ましてくれないかな。もうちょっとだ。よーし。起きた起きた。よし。もうこのままテレポートで帰るか。ですね。いや、ダメだ。テレポート先でさ、事故る可能性あるから、一応閉まってこう。沼地だからね。ワニとか突然飛んでくるかもしれないし。オッケー。これで安全ですね。よっしゃー。ワイヤーは大丈夫。おーい、やはり来たよ、バリニクス。はい、というわけでございましてね、今回はね、怪我装備を一式揃えて、そしてね、雪エリアでね、はい、やりましたよ。建築には欠かせない職人二人、仲間にすることができました。あ、ちなみにね、この子ね、アンキロくん、アンキロちゃんだね、のお名前は、鉄掘り乙女雪。なんかね、洒落た名前ですね。鉄掘り乙女雪。はい、レベル210、こっちは209ということでございますね。そうですね、レベルがね、なかなかいい感じでいただけたと。いうことでね、この二人でいろいろとね、頑張ってもらって、建築用のね、まあ、建材ですね。はい、石やら木やらいっぱい集めて、まあ、鉄ですね。石と鉄を集めて、やっていきたいと思います。はい。というわけでございまして、今回はここまでとなります。ではね、また次の動画でお会いしましょう。